ジュビロです。一番遠いところに中澤、川口です。やはり石毛ファーポストのところ、川口出ました。ギブミル遠目から打ってきた、シュート、ゴールキーパーキャッチ、川口が抑えています。あと、ね、清武ミドルシュート打ってきました、ゴールキーパーキャッチ、枠に行っていました。先制したのはジビロ磐田です。26分前田のゴール、今季前田初ゴールです。原口、梅崎ね、はい、少し遅らせて梅崎、3人集めてシュート、まあ、悪くないシュートでした。まあグラウンドのこと考えてね。あー、うまい、コロキ、原口、もう一回奥のバレーを狙った、フリックしましたが、川口、もっとちょっと落下で入ったシュート、杉山が打つ、もう一回、最後は川口がキャッチしました。クロスが来ました、ただ村松狙ってきましたが、キーパー突然から去年のようなクロスが入って佐藤久野のところ、ヘディングわずかにそらせました、川口キャッチ。いや、チャンスですね。小林もクロスヘディング、ボールが込まれている、よく抑えました、ジブロの尻。最後は井ノ原ですね。梶川前を見る、梶川右足のシュート、ワンバウンドしたボール、川口義勝が抑えます。この2人気持ちの部分なんでしょうか。あった、そう、あったぞ、竹富右足シュート、キーパー川口を抑えます。渡辺一馬がボールをキープして、ルーカスのボールキープ、2人のディフェンスが行っている、渡辺一馬開いてシュート打ちました、狙っていきました、ミドルシュート、渡辺一馬。 FC 東京から守っていますが、このボールが中に入ってくる、高橋シュート、川口キャッチしています。やはりもうボール差って、さあ松原からのパスが出た、チャンスを演出したいですね。何度かこうボール持った時にいいね、スルーパスをほとんど今大分が拾い始めてますからね。さあここは川口抑えています。ハイボール難しい処理でした。しかイメージがあったので多分継続だとは思うんですけど、プレッシャーかける部分、エジのシュートきました、はい、かける部分ではちょっと今後手を踏んで、また左サイドからの攻撃が中へ、シンプリシオちょっと下がり目のポジションです。ポジションはトップ下のシンプリシオ、エジノも今中にいますね。さあ酒本のクロスが来ました、川口直接キーパーへ、まあ攻撃ですよね、アーリー気味な、はい、インサイドで速いボール、いっぺんにカウンター、今度は逆に川又、2対2の局面できています。さあ味方を呼び込みながら入れたボール、とキーパーです。最終的には間に合いませんでしたが2対2、キムジンス、うまい、レオシルバから縦に入った、間を通そうというパス、ボールの今のは鳴岡が斜めに入っていきましたが、うまく合わなかった。どんなボールに入れてくるかな、入れたか、誰もいない、最後はキーパーです。あのファーサイドには誰もいませんでした今ね、はい、キムチが中入れてきた、いいボールでしたがここはフィニッシュまで行きませんでした。もう一度武藤シュート、カーブストップしました。レベルチは今のようにこう予測内のプレーがありますからね、はい、武藤、いや繋いでいくシュート、川口止めます。武藤がシュートを続けていますが、ボールを奪えるか、仙台レベルチのクロス、川口キャッチ、その後ろに赤嶺でした。菅井がなんとか追いついた、そしてレベルチシュート、川口止めた、強烈です。今度はアントラーズの攻め、シュートはミドル、最後はキーパーです。まあ、一発シュートまで持ってきましたよ大迫。そうですね、前の選手にボールが当たった瞬間にジュニーニョ選手が動き出して、仕掛けられるとね、はい、もうちょっとジュニーニョキーパー、相手を崩すことはできるんですけど、少し遅いですよね、横に、あー、いいボールだ。
間に割って入ろうという大阪の動き、2人に挟まれながらしかしよくキープしてきました。ダミーキーパーです。いやー、カウン選手しっかり取りましたね。8ですね、8ですね、はい、入れたー、ヘディング、あ、まだ本山、おっとチャンス、ジュニーニョシュート、キーパーナイス。いやー、カウン選手うまかったですね。カウン選手ファインセーブでしょう。もう最初に動く、パトリックを狙う、こちら側のサイドはボールが伸びてきます。行かせないと意味がない。エリアの右、クロスが入る、ゴールキーパー川口キャッチです。重永さんです。左足のシュート、キャプテンマーク宮澤雅史です。今日の最終節です。ジュビロが2点のリード、大分が仕掛ける、ロドリゴマンシャが右足シュート、キーパーキャッチで動き回っています。ボールから遠い方のポスト、富澤、さらにマルキーニョス、うわっと、また来た、川口入ってますよ。さすがこれ、ジビロのディフェンダーも競るところまで行きませんでした。内田のコーナーキックです。ファーポストのところ川口出るが、自分で触れませんでしたが、しかしこれがいいボールになった。松浦、簡単ですね。いやー、いいボールだ。こうやって、ちょっと嫌な倒れ方というか、はい、しましたからね。さあ、セットプレー、エスパルスのチャンス、ボールはまだ浮いている、川口パンチング、クリアはつながる、チャンスですね、同数ですね。松浦3対3、右に山崎3対2です、左から山田、あーっと山崎は近づいてもらいたかった。今度は高木が蹴るのか、吉田がまず動き出す、高木が蹴ります、向かい手、川口不正だ、バレーのシュートをはまった、ホイッスル、さて川口シュート、もう一回川口、さすがですね、それっていうね、はい、あー、うまい、コロキ、川口、もう一回、柳沢さんどうぞ。野地さん、先ほど駒野選手からのクロスありましたけれども、はい、このことに対して広島の山岸選手が、駒野選手は、クロスもあるしシュートもある選手なので、どちらにも対応できるようにしないといけないというように警戒をしていました、はい、ミキッチ中に入ってきた、高木ワンタッチでロビング、イノハヘディング、もう一回高木のところ、そして塩谷のシュート、ゴールの佐藤久人、シュートにはいけませんでした。いやー、塩谷のシュートもしっかりした、そうですね、イメージはありましたよね。フォーメーションは 4-3-3 にしてますね、湘南は。トップ下に長木です。梶川、前を見る、梶川右足のシュート、ワンバウンドしたボール、川口義勝が抑えます。この2対0、そして神田さん、井ノ原と小林優輝ともに今シーズン初ゴールということで、ここまで点を上げてない選手が先制点、それらに追加点を取りました。またやっぱり駒野からのゴールでしたしね。そうですね、今日駒野コーナーキック、そして今の小林勇輝のアシストと2つの得点の起点となっています。やっぱり守備ブロックを作ってディフェンスに行くという、そのファーストディフェンダーがやっぱり奪いに行く姿勢と、カバーしている選手たちがやっぱりそのカバーと周りの選手に対するボールをサポートですよね。渡辺和真抜けた左足、ここは川口義勝止めました。やはり、まあ、そこはでも慣れたポジションなんで、全く問題ないと思いますけどね、はい、まあ、前節2アシストですもん ね、 そうですね、セットプレーではありましたけど1点はサイドバックを生かすという意味では、こう2列目の選手との兼ね合いというのが非常に大事になってくると思うんで、ああいいボールですね。いいボールが出ました。大谷から、おそらくシュートを狙った、キーパー弾いた、川口義勝、これは決定的な1点リードのレイソル、ニアサイドパンチング、レイソル、田中左足シュート、キーパー弾いた、
ここは今ちょっとディフェンダーに当たりました。その矢島はほぼ中央、マンツーマンでつくジュビロ、ファーサイドを狙った川口がパンチング、このボールを山田が運びます。前に松浦、中央小林裕樹、前田も走ってくる、松浦を使う、うん、ここで引っ掛ける、タッチを割っている、井上と出てきましたね。ジュビロからすぐに今度は新潟に変わりました。さあドリブルで上がっていく、先ほど足を痛めた味方ですが、そしてこの中を追い越してシュートだ、キーパー、うん、ナイスキーパー。最後は川口です。ダビと大迫の2トップ、右に遠藤、左にジュニーの予想通りです。あと岩田が変わったところというのは、はいはい、ディフェンスラインのラインコントロールなんですよね。ラインコントロール、はい、メリハリのあるやっぱりラインコントロール、ヘリングはシャートキーパー、はい、いい攻撃じゃないですか。惜しかったです ね、まあ、どんどん穴を作ってきますよね、スペースを作りながら、はい、ただトニーニョセレーズ、アントラーズもスライドしてこれをうまく防いでいました。チャンス大迫もらえる、2対1、ね、大迫フリーシュート、キーパー、そしてダビ打てない、しかしここでシュート、いやディフェンスがカバー、まずはヘッドキープ、宮崎ワンタッチで正面、あこれがうまくいきませんでした。で鈴鹿さん、はい、関塚監督が決断しました。前田選手に代わりまして17番金園選手が入ります。いよいよ最後のカードを切るというチャンス、ダビー2点目来た、田中シュート、クリア、ここですよね、ここ追加点ならず、しかしチャンスはまだアントラーズ、クロスボール入りました、今度のヘディングシュート、いや決定的でしたね、はい、まずもらったダビはすごいです、途中からピッチャーすごい、左サイドにボールが出ます、ゴール前に狙ってくる、おっと川口触りました、クリアです、ここは前へ蹴り出しています、どうしますよ。選手2人セットです。チャンスになる。左サイド。左。